お疲れ様です。ということで、夕方4時半を回ったところですね。気温は6度ということで、もう昨日の今日でですね、本当にこの寒さがもう身に染みるという感じですね。また数日経ったらですね、まあ、十数度とか上がる予報みたいなんですけども、今日は寒いままということで一日過ごしましたけれども、昨日まあサーフィン行ってきたわけなんですけど、海に行ってきたわけなんですけども、そこでですね、まあ、帰り道に近しい方から連絡が入ったというかですね、その方のFacebookかな、Facebookだと思いますね。何か、まあ、SNS をちょっと見まして、11月まではですね、まあ、その自分の趣味ですね、結構充実して、まあ、週末、過ごせてたようなんですけど、まあ、その季節の変わり目でですね、まあ、その、まあ、詳しいその趣味の内容については別に、まあ、ここではさておいてなんですけど、まあ、その季節でですね、まあ、季節ものですね、遊びがまあ外で遊ぶものの、まあ、ちょっとその、まあ、冬になるっていうことで、まあ、その通っていた、場所施設っていうのかな、エリアっていうのかちょっとわからないんですけど、まあ、そこがちょっと閉鎖されるということで、で、まあ、そうなってしまってはですね、まあ、どうやったら遊べるのかとは言いませんでしたけども、どうやったらその有意義に過ごせるのかみたいな感じでですね、こうつぶやきがありまして、うん、でそれを見て、まあ、私もですね、その前々からですね、まあ、そういう感じでなんとかロスとかですね、まあ、そういったものに見舞われるんだろうなっていうのはもう予想はしていたんですけども、まあ、やはりなというところで、でなんでそうなったかっていうと、やっぱり一人では基本的には楽しめないものなんですよね、うん、で、まあ、個人プレーではあるんですけれども、そのたくさんの仲間ですとかスタッフの方のそのおかげで、まあ、楽しめてるっていう、そういった、まあ、遊び方、まあ、ちょっとはっきり言えないんで、なんかこう抽象的というか、なんかこう、うん、なんかこうすっきりしないものの言い方なんですけども、うん、まあ、そういった、まあ、遊び方をされていたということで、まあ、何を言いたいかっていうと、お一人様もしくはぼっちですとか、まあ、そういったた方も、まあ、私も含めてそうなんですけども、大勢いらっしゃると思います。で、まあ、私特にそのサーフィンですとか、まあ、海遊び、サップですとかね、まあ、これからはスキー、スノーボードとかって基本的にはまあ一人ぼっちというか、まあ個人プレイというかですね。で、まあ、楽しめるものですよね。まあそれには、まあ、例えば、どうでしょうね、スキー場で行ったら本当の一人ってことはありえないわけで、まあ、そのコース整備をされるスタッフの方ですとかね、まあ、リフトを運行してくださるスタッフの方とか、まあ、そういったことを言ったらもうちょっとキリがないんですけど、まあ、基本的にはこう楽しみを見出すっていうのは、まあ個人にこうなんていうのかな、依存してるというかかかってるっていうか、まあ、なので、まあ、そこがですね、いい悪いとかっていうわけではなくて、で正しいとか間違ってるっていうわけでもないんですけども、その改めて一人ぼっちそのお一人様の強みっていうかですね、をやっぱり再確認しましたね。うん、で、まあ、繰り返しになりますけど、いい悪いっていうよりかは、その例えば同じ時間を使うとかですね、例えば同じお金を使うにせよ、まあ、その楽しみのなんていうのかな、
比較っていうのはまあできないんですけれども、その楽しむことが違えばですね、例えばなんか美味しい食事をするのと、その楽しくこう映画を見るのっていうのとは全くこう比較ができないわけで、まあ、そこはちょっと比べるものではないんですけども、ただその空白ができるのは避けれるのかなっていうふうに思います。その一人ぼっち、お一人様の遊び方をこうしている方はですね、まあだから結構そのこれからですね、スキースノーボードもシーズンも始まってるわけなんですけども、よくこう一人でいることに関して、まあ、ちょっとその寂しさとか感じてる方も結構いるみたいなんですよね。で、まあ、例えばこうスキースノーボードとかこれから始めようと思っても、ちょっと友達がいないとかですね、やってる人が周りにいないとかですね、まあ、サーフィンもしかりなんですけど、なんかそういった感じでこう躊躇足踏みしてる人っていうのがそんなに少なくないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこれをちょっと乗り越えて本当に一人で遊べることの強みっていうか、それが分かるとですね、まあ、本当に毎日皆さんこう忙しくお仕事とかされてると思うんですけど、本当に週末とかその休みの日の使い方っていうのが全然変わってくるんじゃないかなっていうので、まあ、外遊びの勧め、まあ、外遊びの勧めっていうわけじゃないんですけども、まあ、お一人様遊びの勧め、ぼっち遊びの勧めとも言えるんですよね、私のこのチャンネルっていうのは。基本的にその仲間でワイワイっていうことに関してはほとんど、フォーカスしない。まあ昨日はちょっと、ちょっとそのコミュニティのありがたさっていうのはちょっとは触れましたけれども、その遊び自体の楽しさについては基本的にはお一人様とかぼっちにこう比重を置いたというか重きを置いてるチャンネルだと思いますので、まあこれからは、スノーシーズン入りますので、一人で滑っている動画っていうのはこれからもどんどん撮っていきたいと思うんですけども、まあ、ちょっとまとまらない話というか、賛否あるとは思うんですけども、ちょっとふと思ってですね、今の段階で今のこの時点でちょっと再確認、したことはありましたので記録をしてみました。はい、ということで以上。